空港レイアウト広州白雲国際空港は中国、広東省広州市にある国際空港である。広州の都心の北3 0トルに位置する。空港コードはキャン。中国国内では北京首都国際空港、上海歩道国際空港に並ぶ三大空港の一つ。中国民用航空総局の中南管理局が置かれ中国南方航空。 中国国際航空と新鮮航空が同空港をハブとしている。総面積は約1500万平方メートル。2004年8月5日に開港し、都心にあった1933年開港の旧空港を置き換えた。同じ名称が採用され、空港コードも継承された。2009年2月からは航空貨物大手のフェデラルエクスプレスがアジアのハブ機能を フィリピンのスービック米国際空港から移転させている。国際線制限区域内に中国交渉銀行があり24時間現金のみ、両替できるが、両替手数料が高い。制限区域外では、国際線到着エリアの HSBC とシティバンクの ATM は、ビザとマスターカード、中央出発ロビー3階南東の中国農業銀行の ATM は、 シロス対応カードが24時間利用できる。空港内には、ホテル予約カウンターがあり、公衆市内に限らず新、新鮮、市会などのホテルも予約できる。空港に近接するホテルは、空港内にある、南公明玉、大支店、空港から10分ほどのところにある、外線正規空港支店などがあり、いずれも、空港への送迎サービスを行っている。 公衆白雲国際空港株式会社が所有し、関東省空港管理集団有限講師が運営している。統計ターミナル1は、延べ床面積52万平方メートル。メインターミナルの東西に、搭乗棟が木の枝のように伸びた構造を持っている。国際線の搭乗口は主に東側にある。ターミナル2は2018年にオープンした、新しい施設である。 延べ床面積は66万平方メートルでターミナル1を上回るがターミナル本体に可能な限り搭乗口を直結させることで利用者の動線を短くする設計思想が取られた。主に中国南方航空とスカイチームに属する航空会社が使用している。関西島とターミナル 1T1 国際線、出発ロビー T1 国際線。 ゲートラウンジ T1 出国審査直後の通路 T1 国際線出国エリアの男子トイレターミナル2外間、T2 出発ロビー T2 セルフチェックインカウンター T2 ラウンジ公衆史家特新家賃と白雲孔子の町の境界に位置し中心部から 28km の距離にある高速道路も通じており交通は比較的主便であるただし 中国の大都市の例にもれず、ここ数年の爆発的な交通量の増加に伴い、渋滞に巻き込まれることも多くなっており、特に空港に向かう場合には、注意が必要となる。なお、2010年11月の甲州アジア大会の開催に合わせ、同年10月30日に、甲州地下鉄3号線、機場南駅が開業した。 第2旅客ターミナルが完成した2018年4月26日に、機象機体機まで延伸された。空港回線と、機象回線の2社が運行している。2012年全国机破棄量拝命、アーカイブド2013年11月14日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、シビル・アビエーション・アドミニストレーション・オブ・チャイナ、順位には、香港、マカオを含む、 中国南方航空、東京、成田公州線の運航再開来年1月10日から、週4便トラシ2019年12月3日、中国南方航空、7月から公州発着の、風ッ区、ダナン線に就航週甲州3便中国南方航空、公州、ランカウイ線に就航 A320 で、週3便特別運賃も販売、中国南方航空、公衆発議、ローマ、 ドバイ、クライストチャーチ線を開設中国南方航空、12月から787、で、広州、武漢、サンフランシスコ線に就航中国南方航空、広州、サンフランシスコ線で、直行便の運航を、回収4便中国南方航空、12月から、広州発着で、トロント、アデレード線に就航へ中国南方航空、 バンクーバー経由の甲州メキシコシティ線に就航週3便、中国南方航空、12月から甲州アデレード線に、週3便で就航へ中国南方航空、12月に、甲州ケアンズ線を開設へ、A330 で、週3便中国南方航空、甲州ナイロビ線を、週3便で開設海南航空、甲州ラナン線を、 週2便で週高校週8着で、初の国際線海南航空、8月に、甲州テラビブ線を開設。787から9で、週3便春秋航空、11月に、甲州シンガポール線を開設 A320 で、週3便フィリピン航空、7月16日からマニラ、 公衆船に就航 http コロンスラッシュスラッシュ a i r l i n e r o u t n e t スラッシュ2016スラッシュ04スラッシュ22スラッシュ mk-can-jul16 ダッシュスラッシュフィンエアーヘルシンキ公衆船に就航へアジア路線の拡大で立栄航空対中発着の調査公衆船に就航中国南方航空6月から 甲州モスクワ線で、直行便を運行中国南方航空、甲州サンフランシスコ線で、直行便の運行を、開始終4便 ANA の貨物事業が、さらに拡充沖縄貨物ハブのネットワークを拡充し、利便性を向上 ANA 貨物便ネットワークの、さらなる充実事業拡大を支える、貨物事業会社の設立 ANA、貨物便で、成田、甲州線那覇、 チンタオ1線を運行へ、フライティーム2013年8月22日付、ハット ANA カーゴ、1月から成り立た、公衆1に7 6 7の300回で、新規就航フライティーム2013年12月19日付。ありがとうございます。